ボランチはマテウスですかね。ローターマテウス、まあ、ボランチって言ってもね、現役時代はね、もうちょっとボランチより前の攻撃型ミッドフィールダーであったり、まあ、晩年リベロやったりね、いろいろポジションやってましたけど、まあ、マテウスといえばそのね、ちょっと後方っていうかボランチのね、ところがベストポジションなのかなって気はしますね。まあ本当ポリバレントなプレイヤーでしたけども、ドイツね、代表キャップ150、歴代第1位でね、もう5度のワールドカップ出場ですよ。5回ですからね、もうとんでもない記録だと思うんですけど、まあね、現役時代ね、もうマラドーナがもう最大のライバルはマテウスだって言ってましたけどね、もう最大の褒め言葉じゃないですかね、それは。まあね、1980年代ですから、当時の10番といえばね、まあ、ジーコだ、プラティニ、マラドーナっていて、マテウスもね、10番つけてましたけど、なんかそういうご参加と比べて、そのファンタジー性はないんだけど、そのね、ドイツ特有のこの力強さっていうか、たくましさはマテウスものすごいありましたね。まあ引退後はね、まあご多分に漏れず監督業に進んだんですけども、なかなかうまくいってないみたいですね。ちょっとね、性格に難があるのかな、マテウス。俺はベッケンバウアーに次いでドイツで2番目に成功したプレイヤーってね、まあ自分で言っちゃうぐらいですからね。ちょっとまあブラジルでもね、監督やったりしてたけど、ほとんどあんまり成功したっては聞かないですよね。まあそれはさておき、まあ現役時代のね、マテウスの実績は色褪せることはないと思います。歴代ベストイレブン、現役選手からの唯一の選出はトーマス・ミラーですね。生ける伝説、オフ・ザ・ボールの王様なんか言われてますけど、ポジショニングが絶妙ですね。視野も広い。あのティエリ・アンリーがね、もう本当絶賛してましたね、そのオフ・ザ・ボールの動き。2010年にはね、ワールドカップ最年少で得点王とアシスト王を獲得して、優勝した2014年にも、ゴールランキング2位の5ゴール決めてます。あのゴール決めた後のね、あの顔芸っていうかね、パフォーマンスが本当印象的で、まあ、カタールワールドカップもまあ選ばれるでしょうね。あ、日本にとっては本当に厄介な相手になりそうです。ミッドフィルダーもう一人見えば、ちょっと異論が出そうですけども、私が選びたいのはシュスターですね。まあ代表キャップ数は少ないです。今まで選んできた方に比べるとかなり少ない。何せ24歳で代表引退してます。まあちょっと奥さんがね、なんか野村のサンティじゃないけど、ちょっと派手な方でね、まあなんかいろいろ揉め事があったのか、まあシュスター自体がプライベートを大事にしたいとかなんとか、いろいろ諸説はあるんですけど、まあとにかく24歳で現役っていうか、あの現役じゃないですね、代表を引退しちゃうんですね。1982年のね、スペインワールドカップも出てないですし、まあ、1986年のね、ワールドカップも、その時の監督のベッケンバーガーがね、もうどうしても出てくれないかっつったけどな、もう全然首縦に振んなかったみたいなね。まあ、あの時中盤にシュスターいたらどうなってたんだろうなっていうのはね、時折思いますけど、まあ、とにかくまあ頑固というかね、変人なのかわかんないですけども、まあね、その代わりちゃなんですけども、クラブではね、もうレアル、バルサ、アトレティコとね、三大クラブで活躍して全部タイトル獲得してるっていうすごい方ですね。もうあのペップ・グアルデラがね、もうすごい憧れてたプレイヤーの一人です。まあ、その後監督でね、監督いろいろやってますけど、有名なのはあれですね、あのメッシが19歳の時、あの国王杯でね、あの5人抜き見せた時の相手側のヘタフェの監督が、シュスターです。あのね、5人抜きメッシに決められて、なんでファールで止めねえんだってね、ブチギレてましたけどね、シュスター。記録ずくめの男です。クローゼ、ドイツ代表の最多得点保持者ですね。出場試合数も、歴代2、ワールドカップでもね、歴代最多得点保持者です。あのロナウドがいてね、日韓の時のヘディングだけで5ゴール決めて、その次の2006年にあの得点を取ってます。すごい記録ずくめの人です。本当あのジャンプっていうか跳躍力がね、半端ない方でした。クラブではね、
代表の、ね、栄光たる活躍に比べるといささか地味な点ありますけど、まあ、2005年には、ね、ブンデスの得点を取ってます。クローゼって言えば、大工の資格持ってるらしいですね。クローゼって言えばね、ゴール決めた後のなんか前方宙返りっていうんですか、くるっとね、あれが印象的ですね。なんか俺怪我しなきゃいいんだけどなと思っていつも見てましたけどね。もうベッケンバワーと並んでね、まあ、このドイツの歴代ベストイレブンでこの人を選ばない人はいないと思われます。ゲルト・ミューラーです。とにかく記録がすごい。バイエルンね、およびブンデスリーガーの、ね、歴代最多得点保持者でね、ドイツ代表でも前クローゼに抜かれちゃいましたけど第2位です。でもすごいのが68試合で62ゴールですからね。1位のクローゼは137試合で71ゴールぐらいですから、もうその得点率ってったらとんでもないですからね。ワールドカップでもユーロでも得点を取ってね、ブンデスではもう7回も得点を取ってます。まあ、つい最近ね、レバンドスキーがね、ミラーの記録塗り替えたって、もうドイツは大騒ぎになりました。それぐらいね、ミュラーが打ち立てたあの1シーズン40ゴールっていうのはもうドイツ人にとってはね、こうミートじゃない、もう本当とてつもない大記録だったっていうことがね、ドイツの騒ぎぶりを見ると物語ってますよね。同じ名前のね、トーマス・ミューラーがバイエルンのトップチームに入る前のね、その時のコーチがゲルト・ミューラーだったらしいんで、ほんでもうそのゲルト・ミューラー得意のね、ペナルティーエリア内の動きとかだいぶ奮闘を受けたみたいですけども、まあそのミューラーはね、よくプレースタイルなんていろいろ本に書かれてるのが、その泥臭いゴールだとかね、ワンタッチゴールだとか言われてますけど、まあ、どんな体勢からでもゴール打つっていう、なんか泥臭いフォワードっていう書かれ方多いですけど、まあ、実際なんかよくプレー見ると本当、いや足元うまいですよね、ゲルト・ミューラー。あんまりプレーの残ってないかな、残ってたら見てほしいんですけど、本当足元もうまいですよ、ゲルト・ミューラー。最後は、この方を選びたいと思います。カール・ハインツ・ルンメニゲ、あだ名はミスターヨーロッパ。すごいあだ名ですね、ミスターヨーロッパ。1980年81年にね、バロンドール取ってます。2度。キャプテン翼のね、最大のライバルと言われたカール・ハインツ・シュナイダーのモデルになった人と言われてますね、ルンメニゲ。顔のそっくりなね、弟さんが浦和レッズで一時期プレーしてね、とんでもないオーバーヘッドゴール決めてましたけど、まあ、ルンメニゲ自体もね、現役退いた後なんかマスターズリーグみたいな感じで来日して、なんかジーコと一緒にね、久米宏のニュースステーションかな、なんか出てましたね。まあ、ルンメニゲはね、私も大好きなプレイヤーで、まあね、1980年代のね、まあ、ドイツっていうより世界を代表するストライカーでしたけども、まあ、あんまり最近の若い方ルンメニゲね、バイエルの会長とかやっててね、時折メディアに顔を見せてましたけど、そんなにね、知名度はないのかなと思ってたら、なんでしょうね、私ゲームあんまりやんないんですけども、なんかウイーレレアプリっていうんですか、あれでなんかルンメニゲの能力値がなんかね、やけに高いっていうことでなんかよく話題になってるのね、見聞きして、なんかそのね、若い子の間でもルンメニゲはとんでもないっていうなんかイメージができてるみたいですね。まあ、ルンメニゲ全盛の頃はね、そんなに日本もサッカー番組なかったんですけども、まあ、唯一とも言ってもいいぐらいね、テレ東でやってたダイヤモンドサッカーっていうのがあったんですけどね、前半と後半を2週に分けて放送するっていう今じゃ考えられないシステムでしたけど、まあ、その時ドイツの試合多かったんですけども、まあ、もうダイヤモンドサッカーのおなじみの一人でしたね、ルンメニゲは。かっこよかったですね。まあね、こんな素人のおっさんがね、まああれこれあの人はすごいだって言っても、まあ、まあ説得力は持たないですけども、まあそれは分かってますけども、なんでしょうね、まあ A 六助が言ってましたけど、まあ、スターは二度死ぬ、一度目の死は、その人が亡くなったと、二度目は、誰も語り継がれなくなった時だって言ってましたね。これからの若い世代にね、もううざってえなって言われるかもしれないですけども、いやあの選手はすごかったって、私なりにね語り継げていけたらいいなって思ってます。今後ともよろしくお願いします。